九州工業大学情報工学部知能情報工学科についてご説明します。知能情報工学科では人が考えて操作するだけではなく、人が考えることをサポートするような知的な情報システムの実現を目指しています。そして言葉、音声、映像などのさまざまなメディアを介して、あたかも人が考えているかのように振る舞い、また人が思いもよらないことを生み出すような、人とコンピュータが協調するための新しい情報技術を確立できる人材の育成を目指しています。そのために知能情報工学科ではコンピュータサイエンスの専門知識に加えて、データ科学コース、人工知能コース、メディア情報学コースという3つのコースで専門分野の基礎理論から応用・実践までを学びます。データ科学コースは日々蓄積されている大量のデータの中から人の役に立つ規則や新たな知識を発見することを目指しています。数理統計や人工知能などに基づいて、さまざまなデータから規則や知識を抽出するための手法を開発し、それらを効率化、高精度化、汎用化する能力を養い、データ科学に総合的に取り組む人材を育成します。そのためにデータ科学コースではデータ解析、データ圧縮、最適化、計算理論などの専門科目を学びます。人工知能コースは人のように考え、話し、教える情報技術を身につけることを目指しています。人の意図を理解し、知的活動を支え、人と対話する情報処理システムを開発できる高度情報処理技術者を育成します。基礎となる問題解決、探索、知識表現、プランニング、推論、自然言語処理などの知識や学習論理プログラムなどの技術を身につけます。そのために人工知能コースでは人工知能応用、人工知能プログラミング、自然言語処理、人工知能論理などの専門科目を学びます。メディア情報学コースは人のように認識し、人に分かりやすく伝える情報技術を身につけることを目指しています。音声、画像、動画などのさまざまなメディアを処理する知識や技術を身につけ、メディアの認識・理解、バーチャルリアリティ VR や拡張現実 AR を用いた高度なユーザーインターフェース、コンピュータグラフィックスやコンピュータビジョンの応用技術を含む情報処理技術者を育成します。そのためにメディア情報学コースではコンピュータグラフィックス、コンピュータビジョン、メディア処理などの専門科目を学びます。以上、九州工業大学情報工学部知能情報工学科のご説明でした。